やらせるか。何？無駄だ。今使命は解かれた。私は鬼となってこの地のあらゆる歴史を破壊する。せはしない。ここで宿命を断ち切る。私たちの手で。術具の関係？そうだな。相棒、親友、ああ、魂の友か。肉眼の夜を越えて、時の彼方より来たら。私は終わりにして始まり、破壊者にして解放者、人に真の自由と平等を与えるものなり。今こそ真なる救済の時。邪魔をする者は久しく滅びるがいい。受け継がれてきた記憶と意志、それを奪わせはしない。これで安心の帰ろう。終末の鬼、Tokiwaのオロチ、相手にとって不足はない。とんでもねえことになってきたな。まあ、一仕事片付けるとしようぜ。いいぞ、それでこそ私の助手だ。さすがだ、ケイには敵の動きが見えているらしい。やるじゃねえか。私を追ってきたか、愚かな者の子たちよ。なぜわからぬ。この時間を滅ぼすことが唯一の道だと。何度でも立ち上がれ。お前ならどんな困難にも打ち勝てる。強い。ケイはここまで強かったか。新しい熱ってやつは育つんだ。強いな。まあいい。革命の前の余興だ。さあ、その力を見せろ。世界を滅ぼした終末の鬼よ。どうした、これが貴様の力の全てか。太古の文明を滅ぼした異形の力、ここで解き放ってみせろ。これが世界を滅ぼした終末の鬼の姿か。だがすまんな。それでも勝つのは私たちだ。首が増えた。なら全て射抜くだけのこと。おいでなすったな。入り口にしてやるぜ。貴様に止められるか、からくり使い。長い時間だった、ここまで来るのに。その全てこの一戦に叩きつけてやる。人が穏やかに暮らせる新しい時代、その扉を私自身の手で開く。
とその家族、そして親友の里だ。時間流の彼方に放り出してくれる。さあやれ、Tokiwaのオロチよ。どうした、Tokiwaのオロチよ。なぜだ、なぜ私の命令を聞かぬ。石の制御が及んでいないのか。バカな、君の本能がカラクリの力を上回り始めたか。式、お前にはまだわからないのか。鬼を制御することなど不可能だ。なぜならそれには自らの意志があるからだ。私たち人がそうであるように、従属と屈服から強い力は生まれはしない。たとえ時の流れを変えようとも、強い意志を芽吹かせることはできない。お前はそこで眺めていろ。己の意志でここに来た英雄たちの戦いを。己、私たちが憎いか。トキワのオロチよ、お前たちは何を考え、何のために生まれた。いつかその答えを教えてくれ。私は正すのだ、この堕落した世界を。私の家族を奪ったこの世の悪を。もうすぐ会いに行くぞ、クラメ、愛する娘よ。
体が朽ちる。私の離れ。離れ。帰るか、人の子よ。鬼門が閉じる。急ぐぞ。鬼の手に思念を込めろ。元の時代に戻りたいと。そうか、そういうことか。ならば私は待とう。遠い未来でお前たちと出会うのを。